頭大丈夫？大丈夫だな。どうしたの、ジナ、その頭。え？うん？どうした？痛い痛いした。痛い痛いしたの？どうしたの、今日、レミ。え、ちな、頭血出た。血出たの？うん。いっぱい？え？いっぱい出た、頭から血。だってシャツにさ、ついたの。ついたの？シャツじゃないでしょ。これさ。どうやってやったの？レミが押したの？ひさこの家で。そして押してどうなったの？押して血入れたの。後ろから転んでテーブルの角にぶつけたんでしょう。そして血の泣いた。泣いたの？そしてパトカーに間違えてやったの。間違えてやった。パトカーに電話した。パト？うん。パト？パトカー。パトカーに、パトカーに電話したの？うん。本当？パトカーに電話したの？タクシーでしょ。タクシーに、救急車に呼ばなかったの、救急車。うん。うん、だって消防車も来るの。ああ、救急車呼ぶと消防車来ちゃうから。うん。怖い。だからパトカーに電話したの。救急車怖い。で、病院に行って。病院に行って注射しなかった。塗ったんだよね、頭ね。痛々しかったな。写真撮ったんだ。写真も撮ったね、頭ね。うん。痛くなかった、あの時。痛かった。針でね、刺したよね、頭。え、注射。でも血な、泣かなかったよね、お利口さんにしてたよね。うん。なんで痛くなかったの？え、痛かった。痛かったのに泣かなかった。強いじゃん。どういう意味でした？先生、血なって言ってたよね。うん、わかんないのかな、麻酔したからね。きっとわかんなかったかもしれないね、麻酔してね。血の頭大丈夫なの？ CT 検査する時もなかなかったよね。そしてこれやってんの。うん、包帯ね。包帯やだ。痛々しいね。あの、包帯してた人もいたよ。うん、いたね、ちなみたいにね。うん、頭にね。うん、うんとさ、うん、ね、あの病院にさ、ね、うん、なんかさ、ね、血入れて出す人いたよ。うん、いたよね、ちなみたいにね。うん、ちなも包帯やってた。ちなもいっぱい血出たもんね。うん、で、間違えてやった。間違えたの？押したんじゃないの？間違えてない。どうしたの、じゃあ、レミ。どうやって押したの、チナのこと。え、えいって。えいって押したの、ソファに座って、うん、いや、間違えてやった。レミ降りようとしたらさ、なんかチナ転がっていった。転がっちゃったんだ。気をつけないと。そしてさ、何？そしてさ、ここにぶつけて血入れたんだ。あ、角にテーブルの。痛いたし。で、塗っちゃったもんね、頭。また明日も病院に行かないとダメなんだよ。明日休む。ねえ、ちっちゃん。病院に行かない。先生、安静にしててって言ってたよ。あんまり動かないでって。だってさ、動いたらさ、バチだよ。ちょっとこれ見せて。気をつけてね。うん？怪我にならないように。気をつけないとダメだよ。ねえ。わかった？レミも。気をつけない。え？今なんて言った？ちな、気をつけないって。なんで気をつけないの？気をつけて。ダメ。なんでダメなの？気を。またじゃあ、怪我しちゃうよ。気をつけて。